ことなど知らずに鮮やかな声を浴びた期待と希望を抱いた風を切った。どうもどうも、金曜日いかがお過ごしでしょうか。私、神奈川武と申しまして、何でしょうかね構成作家と音楽作家とサッカーを兼業しておりますね。自称兼業サッカーつってねやってますけどもね。このラジオは何かと言いますと、そういうね、自称兼業サッカーのね、僕がね、まあ、職業柄ね、世の中うがったような感じで見てますので、まあね、サッカー界をね、変な角度から見て、なんか好き勝手に喋ろうかなというあれでございますよ。いや、まあね、今週ね、今ね、今日はね、3月8日金曜日朝9時50分なんですけど、大阪はびっくりするぐらいいい天気ですね。で、今日からね、あれなんです、僕ゴーホーム FC ウエストっていうサッカーチームをやってるんですけども、まあそのチームにこの加入される人がね、沼津から引っ越してきはってね、今同じ部屋にいるんですけど多分いきなりこいつ喋りだしたけど何なんやろって思ってるはずなんやろうけどねいやー、もう寝不足ですわ。素敵な選択肢がねっていうドラマがあるんですけど、それがね、アマゾンプライムでやってて、あ、そうそう、これロードトゥ MJ って言って、三浦淳さんが僕好きなので、サッカーにおける三浦淳的視観で喋ろうという感じなんですけど、バカリズムさんもね好きなんですよね。まあ、バカリズムさんは、まあ、伊藤聖光さんのことを師匠やと思ってるみたい で伊藤聖光さんと三浦淳さんって言ったらね、ロックンロールスライダーズとかでおなじみのコンビでもあるわけですよね。まあそういうのもあってね、あかんね、ああいう面白いドラマとか映画とかあったら見てしまうなとか言いながらもね、チャンピオンズリーグとかヨーロッパリーグもね最近ね真面目に見てる、お、 BGM が変わりましたね真面目に見てるんですよね。やっぱりね、分かりました、僕ね、サッカーどうなったらこの勝つかっていうか、どういうチームが勝つのかってことは、ね、ようやく分かりましたね。皆さんご存知ですかね、サッカーってね、クリバリがおるチームとルカクがおるチームが勝ちますいやー、さっきまでね、ザルツブルグ対ナポリを見てたんですけど、ちょっとクリバリと、何やったっけ、マクシモビッチかな、3センターバックのうちの2人でかすぎておもろいクリバリなんて相手とぶつかってもなんてことない顔してましたもんね。ね、ユナイテッドもパリ・サンジェルマンに、ね、逆転勝ちして、パリ・サンジェルマンってそういうもう負けキャラなんかね逆転され屋さんなんかわかんないですけど、あとね、まあ、アヤックス対レアルですか、見てましたけど、まあやっぱりね、アヤックスね、何週間前、このラジオかな、なんか前やってたラジオの方で喋ったかもわかんないですけど、いいですね、若さあふれる頭の悪いサッカーしてて、唯一頭が良さそうなのが21番のね、売れてる子なんでしょうけど、まあ、あとね、ブリントとかもいい味出してますけど、でもね、基本的に頭の悪さを武器にと若、まあ、頭の悪さというか若さですよね、ヤングアヤックスが帰ってきたって感じですね。やっぱ僕なんかこう、何年、あれ93年か94年ぐらいのね、チャンピオンズリーグ優勝した時の、まあ、若き日のセードルフとかね、10代のクライファーとか、まあ、ヤリ・リトマネンがいたり、ライカールトもいたんちゃうかな、でブリント親父もおったんちゃうかなみたいなね、アヤックスが帰ってきたなっていう感じがしますね。まあなんていうの、年なんでしょうね、もうなんでしょうね、ご飯もあんま食べられへんし、夜もあんま寝られへんしとか言ってますけど、まあ今週もね、楽しくね、サッカーのことを喋っていこうではないかというわけでして、このラジオでは皆さんからのね、お便りをテーマにして毎週喋っておるんですが、まあ投資のテーマというかね、毎回やってるのが、今週のダニュース
駄菓子的なダニュースね、ダメなニュースというよりも皆さんが、まあ、普段あんまり読み飛ばしているであろう主要なニュースはね、多分皆さんも見ていると思うんで、読み飛ばしているであろうニュースを僕が代わりに読むとどう思ったかっていうのんでね、今週もねいっぱいいただいておりますが、その中でもまあなんか気になるところをねまず言っていきましょうかね。じゃあ、先ほどもちょっと名前が出ましたが、こちらのニュースから、元パリ・サンジェルマン選手、なんとヒゲ植毛で3試合も欠場していたと。酒井宏樹と庄司、が、プレーするリーグワン、このふうに、香川真司の獲得が噂されたのはボルドーだ。そのボルドーから就任わずか5ヶ月だったブラジル監督、ゴミス解任。そんな中、元セネガル代表のサンカレはここ3試合欠場していると。パリ・サンジェルマンでデビューした29歳のサンカレはかつてフランスのユース代表として期待された選手だったと、ね、でソーフットですかね、ソーフットというこれ雑誌かな新聞かなによれば、仰天のニュースで試合を欠場していると思う。欠場の理由はヒゲの植毛によって引き起こされた合併症と発熱だそう。プライベートで受けたインプラント手術が原因となり体調を崩してしまったようだというわけでね。でこの写真をね見てるんですけど、ヒゲの植毛ってどういう意味なの？ヒゲ薄かったかなこの人。いわゆるねこう写真で見る限り黒人選手でヒゲも生えてる感じなんですけど、これね僕ヒゲモジャーなんですよ。伸ばせばがっつりこうほっぺたとか首までヒゲ生えるタイプなんですけど、確かに右と左でちょっと生え方違ったりするんですよね。それを綺麗にしようとしてたんかな。これ脱毛じゃないよね、植毛なんよね。これどういう意味なのね。でもそういう植毛とかで合併症と発熱、まあ多分なんか体調が崩れるようなことがあるんでしょうね。そうなったら頭の植毛とかあんなんもやっぱりこう病気になったりするんですかね。ほらなんかよく言われるニューハーフの方が女性ホルモン注射したらもうめちゃくちゃ頭痛いみたいな、あんな感じでやっぱりこうないところに何かをぶち込むっていうのはあんまり良くないのかしらね。これなんかねあれなんですよ、まあまあそんだけのニュースなんですけど、見出しがねパリ・サンジェルマン選手なんとヒゲ植毛で3試合も欠場していたって言ってね、ボルドーの選手なんですけどね、ナントっていうチームもあるからもうちょっとややこしいですよねこれ。記事上3つのリーグワンのあれが出てきて思ってるしね。これどんくらい、プライベートで受けたインプラント手術が原因となり体調を崩してしまったようだ。じゃあもうあれなんかね、ほらよくサッカー選手はスキーしたらダメとかそういう契約があったりするらしいんですけど、まあ植毛の類とかそういうのも気をつけていかないといけないよルーニーさんというような話題でございましたね。一つ目はこんな感じです。あ、こんな感じですよこのラジオ、そのサッカーの戦術やなんじゃみたいな、そんなもんはねまたね別でやるかちゃうとこ聞いた方が、あでもね別でやろうかと思って机上の空論っていうね番組をやりたくて、こうやってああやったらいけるんちゃうかっていうのを無責任に戦術展開していきたくて、まあそんなもんねやろうかなとは思ってますが、このラジオではこの三浦淳史観でいきますよ。じゃあ続きましてのニュース、あーどうしようかな、これいこうか、こちらですね、元サッカー日本代表の中澤佑二氏、20年ぶり唐揚げ解禁で思わぬハプニングというわけですね。中澤選手が行列のできる法律相談所に出て、体調維持のために20年間食べてなかった唐揚げをついに解禁したと。でそれでね食べようとしたら端から落としてしまったと。ね、ブランクがあるからどうつかめばいいか分からなかったんだと共演者がフォローして、ふーっと深呼吸しつかみ直してガブッと食べたと。こんなに美味しかったんだ唐揚げって、めちゃくちゃ美味しいを連発。
20年ぶりのカリジュワという食感を堪能したと。なんやねこの生地これあのね、体調を維持するためにね、食事のあの制限というかそういうのね、よくあのほらガクトさんもね、お米食べへんとかありますけども、これでも現代のプロスポーツ選手はまあ当たり前ですもんね。ちょっとでっぷりしてたらあかんというかね、プロ野球選手も昔みたいな暗黒型の選手もほとんどいないですもんね。今現存するのはライオンズに2人いるだけですもんね僕あのね、父親がプロスポーツ選手だったんで、あの昔のね、昔の20年前、30年前のプロスポーツ選手だったんで、そのプロスポーツ選手に囲まれて育ったんですけど、昔の人はね、もう暴飲暴食、いっぱい食べる方がかっこええとか、いっぱい飲む方がかっこええみたいな感じでやってましたけど、やっぱりね、これでも、まあ、そりゃパフォーマンスは上がるんでしょうね、その体を絞って動けるから、特にね、サッカーとかだったらね、動かないとダメみたいなところもありますけども、どっちがいいですか、皆さん、20年間唐揚げ食べへん生活か、中澤になれるかっていう。難しいですよね。やっぱりこう僕らね、お客さんというかサポーターというかね、そういう無責任な立場から言うとね、そんくらい節制しろと思いますけど、自分がいざやれ言われたら厳しいですよね。僕もお酒も飲みますしね、不節制、タバコも吸いますし、飲む使うギャンブルもやっちゃうしね、女性を買う的な、ね、エロ風俗的なこととかキャバクラ的なことは全然興味ないんですよね。あいつら思んないでしょなんかそうやってサッカーしてる方がいいんだよでもな、そんな生活も考えられへん。僕ね、仕事がまあメインが作曲なんですよね。だから日々なんかギター弾いて作曲してみたいなことやってるんですけど、音楽界でもね、ストイックな人はいっぱいいはるんですけど、それもできへんねんな、あかんな、堕落してんねんな。もう世俗にまみれてやってますが、まあそんな中ね、中澤さん唐揚げ食べれておめでとうということですねいやーこれすごいなと思って、まあ胸を打たれたというか、そらそうやなと思いながら、自分はどうやねんと自分自答してるところでございます。じゃあ最後ね、今週のダニュース、まあダニュースというかね、面白いサイトを教えてくれた方がいらっしゃいまして、サントス・アレヨンドロ様、この常連の方ですね。私の場合、練習試合なので副審をやっていたのですが、怖いヤンキーっぽいディフェンダーがオフサイドって手を挙げると大体オフサイドにしてましたということで、サッカーあるある、これはね、サッカーキングさんの、サイトにあるんですが、ここでね、サッカーあるあるが何個か紹介されてて、あるあるいうことがね、いっぱいありましたね。まあね、全部内容までね、読んでいってたらちょっとあれなんで、その表題だけ言ってみましょうか。まず一つ目、スネ当てを忘れたことをなかなか言い出せない。言い出せないなぁ、そうやなぁ。なんか、宿題忘れたみたいな感じですよね。2、ゴールを運ぶとき、持っても意味ないところばっかり持つやつが、そうやね。ゴールをね、運ばなあかん。ゴールポストっていうかね、寝かされてあるから。あれ、なんていうかね、バーのところ持っても意味ないからね、横のポスト側を持たなあかんですね。手挟んであかんでとか言いながらやるんですけどね、関係ないとこ持って全然力入ってないって言いますよね。3、ブラジル体操をしているチームが強そうに見える。あ、なんか分かるね、あの全員揃ってこう、なんていうの、軍隊感っていうかね、うん、なんか分かるわ。4、先進いないからオフサイドセルフでありますよね。これ草サッカーというか社会人でもね、練習試合で人数足りないときはよくあるんですけどね、大体このセルフオフサイドはね、相手が本気やったらね、なかなかと自分らでは止めないっていうのがよくあります。5、アップのパス回しではしゃがめやのが一番遅いやつが鬼ありますね。この鳥かごのね、鬼決めるときね、パッと座って最後まで立ってたら鬼みたいな、みたいなあります、ね。6、ヘディングで競ったとき体をぶつけられて変な声が出る、はいみたいなね、ありますね。7、シュートミスをグラウンドのせいにする。あ、分かるわ、イレギュラーになった。僕は足痛いふりしますけどね。8、強風の日はカーブを超曲げて大はしゃぎ。分かりますね。大阪なんてね、水辺のグラウンドが多いので、風強いのでね、風下とかにね、立てるかどうかみたいなのがね、かなり風上風下かみたいなのありますよね。4、じゃあ9、フットサル上手いやつはムカつく。あ、これ分かる、それはムカつく、なんかちょっとちゃうから。
あそこでオーバーヘッドしてればという後悔ね、まあ、後悔先に立たずというかね、できへんねんけどね、そんな結構ビビっちゃうから、11、PK になるとゴール超小さく見える、緊張しちゃうもんね。12、遊びのゲームでフォワードをやった、ゴールキーパーが意外とうまくて焦る、分かりますよね、キーパーもね、意外と足元うまい人多いもんね。13、本当は金玉にボールが当たったのに水落ちに当たったことないです。この間もなんかね、あのうちのゴールキーパー金玉当たってましたね。14、シュッシュッシュッって言いながらチェイシングしてくるやつがいる、これはようわからんな、ね、こんなね面白いサイトもねありましたので、皆さんもねこの中で、この14個の中でいくつあるあるわかるわかるみたいなのがあったかなというところでございますよ、というわけでしてね、面白いですね、こういうサッカー部あるある、これサッカー観戦あるあるとかもある、あの、あるかもわかんないですね。まあ普段よく見に行くスタジアムがどこかによってまたそれも違うんでしょうけどね。僕やったらね、長居に行ってあのセレッソをね見る機会が結構あるので、まああるあるで言ったら、まあアップの時のソウザはしゃいでるとかね。あとセレッソの控えの選手、最初から最後まで鳥かごしかやらせてもらえへんみたいな。すごいカースト制度やなみたいなのがあったりとか、あとあれですよね、これはどのスタジアム行ってもあると思うんですけど、あの最初ゴールキーパーが出てきてね、挨拶した時が一番盛り上がるとありますね、ありましたね。というわけでね、今週2つ目のテーマ、まあ2つ目というか今週のテーマこちらでございます。あなたが選ぶベストバウト、ね、チャンピオンズリーグ決勝、リバプール部対ミラン、ドーハの悲劇などね、伝説の試合や部活の引退試合など、あなたの心に残った試合のエピソードを教えてくださいということでね、やっぱりね、なんていうんですかね、キンキンのところで言ったらですね、朝言いましたが、パリ・サンジェルマン対マンチェスター・ユナイテッド、怪我に続出のユナイテッド、天候をも、天候も VAR も味方につけて驚異的な勝ち運を見せたスルシャン、パリは以前バルサに続いての悪夢ですね、圧倒的な子にまとまりができていて今年こそあるかもと思っていましたが、とそうですよね、そうそう、ここでね監督がスルシャールっていうのもね、実はこう逆転野郎なんじゃないかなと思いますよね。まあでもルカクがごつかったねね、こういうちょっとまあ最近というか、もうほんまこの間あったあれです。それとは別でね、こうご自身のね、あの試合を挙げられた方もいますね、唐揚げくんさんですね、当時、中学生だった私は引退試合直前に怪我をしてしまい、完治しないまま当日を迎え、テーピングでがっちり固定して出場したのですが、大変ね、顧問に呼び出されて、プロレスラーは弱みを相手に見せないためにテーピングはしない、お前も剥がしてこいと言われ、試合前に幹部をどつかれ怒られたのですが、顧問の中で私一人だけはプロレスラーだと思っていたのでしょうか、いまだに心の底になって投稿させていただきましたそうよね、それはプロレスラーの話やからねやっぱあれなんかね、このロスオリンピックの柔道のね、山下選手がね、足痛めてもそのまま出たみたいな、そのな根性論的なのというかね、まあそれはそ、まあ、そのオリンピックはいい話なんですけど、どういうことだよね、プロレスラーを弱みを見せないためにテーピングをしないっていう、お前も剥がしてこい、バカ野郎って言われたんだね幹部をどつかれて、まあ、もう闘魂注入ですよね、中学生ふざこって言われたんでしょうね、唐揚げくん大変や全然意味わからへんけどね、とにかくその顧問がプロレス好きやってことだけは分かりましたねいやこれは素晴らしいご投稿です。そしてね、何個か何個かっていうか何名かかぶったのがあるんですけど、富山第一対星稜の国立最終章はどうでしょう、富山県民として、隣県とのどちらも初優勝をかけたね、最後の 国立のね、あの最後の試合で2対0をひっくり返した最高の試合でしたと、敗れた星稜がよくね初優勝するのも良かったですということでね、これね、さっき
ちょっとね YouTube で当時の映像をね見たんですが、あれなんですよね。まあまあ、あのね、結果はね、あのタイムたちが勝つんですけど、まあ、あのご興味ある方というかね、どんな試合かなって思う方はもうそのまま検索して出てくるんですけど、僕ね仕事でね北陸に結構音楽作ってるんですよ。年間 20〜30曲ぐらいかね多分。で富山にも作ってるし石川県にも作ってるんで、やっぱねどっちも応援してしまうというか、まあ、石川県の方が行く機会は多いんですけど、小松の方にね。いいとこなんですよねこの辺。でもねこれもう北陸あるあるっていうか、僕関西なんで全く知らなかったんですけど、行ってびっくりしたんですけど、あの歩道がねすっごい高いんですよね。15センチぐらいあるのかな、もっとあるか、30センチ以上あるのかな。これなんでですかと聞いたら、この雪が積もるから、この歩道が車道に比べて低かったらなんかちょっと埋もれてしまうというか、まあ、車道は車道であのなんかお湯みたいなずっと出てるんですけど、っていうぐらいねこの行く機会が多いので、僕もね今更ですがどっちも頑張れみたいな気分で見ちゃいましたね。やっぱあとはあれですよね、そのやっぱ高校生の儚い感じもあるし、そのやっぱりこのベストバウト、いい試合の時って実況の方がもうテンション上がりまくってますもんね。あのね興奮してる感じ、あれもねて、あの見てるこっちもねあのテンション上がっちゃいますよ。さあさあさあ、あと何があるかな。あ、やっぱねこれも皆さんそうだと思いますが、南アフリカワールドカップの日本対パラグアイ、初めてベスト8に行けると思えたことです。本田のミドルシュート入ってればゴール前フリーの、剣後にパスが来ていたと今でも思います。そうですよね、これ確かね松井大輔の惜しいシュートもあったんですね。最後 PK 戦で負けてね、神奈月さんが PK 外すんやったかな、駒野が外すんやったかな。どっちにしろ再現するのはね神奈月さんなので。でもね PK 戦やからね、勝ったか負けたかって、まあまあ、うん、負けてるんですけどね。いやベスト8ね行ってほしかったけども、まあその辺がねやっぱりこの強豪国というかね、まあ運みたいなのもあるんでしょうけどね。その辺がなんていうかこのまだまだね頑張っていかないと。ただでも一番いけると思えたかもわかんないですね。いやいい試合が多いですねやっぱり教えてくれはんの。あ、これいいじゃないですか、札幌ファンの自分は2016年の J2 アウェイ千葉戦を推しますと、終盤の大失速で昇格が危ぶまれる中で行われたこの試合、絶対に勝利が必要という中でまさか先制点を許しながらもなんとか追いつき、アディショナルタイムに河合隆二の選手のロングフィードから内村選手が決めた時の後半、サポーターの歓声はいつまでも。しかもねこのね河合から内村っていうね、河合隆二はまあもともとっていうかねマリノスとかにもいた選手なんですけど、やっぱりほら今ねペドロビッチになってまたねすごい調子よくていい感じですけども、このなんていうかねコンサドーレっぽい選手、生え抜き感のある人ら、まあ、そういう選手たちがねちょっと、まあ、減ってもないんかな、まあ、菅とかいますけど、まあ、その中ねこのベテランの言ってねこの 2〜3 年前の話だもんね J2 に、そっからもここまで強くなってるってなったらね、もうこの内村選手が決めたから今の昨今の札幌のこの快進撃があると、まあそういう節目にもなってるという意味でもね、やっぱりこうグッとね、コンサドーレファンやから余計にカッと入ってる、カカカカカッと入ってるよね。入ってますか？バカ野郎！ね。次行くぞバカ野郎！ってね。はい、次もね、J リーグから2006年 J1 30節 FC 東京対、川崎フロンターレ。当時上位争いをしていた川崎と何とか残留できそうみたいな感じだった FC 東京。後半始まって早々に1対4にされてから大逆転、初めてのサッカー観戦でこの試合を見に行った僕は鳥肌が立ちまくり、それ以降 FC 東京のサッカーが大好きになりました。あ、これねこれもねさっき映像で確認したんですけど、とんでもない試合ですよね。 1-4 で負けてて、そこからね後半で、まあ、後半ロスタイムがねで2点取って逆転するんですけどね、こう
後半ロスタイム6分ってこうアディショナルタイムね出た瞬間ね、実況の人がこの数字は久しぶりに見ますねつって、なんやそれな、どういう意味なんやろうと思ったけどね、まあ、すぐあの解説の人がいや久しぶりというよりも初めて見ますって言ったけどでもねそこからね2点取ってね大逆転でございますよ。まあね当時のね FC 東京の方が、まあ方がって言ったらもうそれこそ老害というかねジジイやからそう思うんでしょうけど、それこそね生え抜き系の選手が多くて、まあ、FC 東京っていう感じのどう言ったんかな、これ難しいとかねな、東京ガス系なんやけど、まああの今はほらちょっと戸様が多いというか監督も含めね、ですが、まあ、当時はこう FC 東京で売れた人と、まあ、石川、ババとか持ったかな、戸田とか持ったか、戸田いうてもあの戸田さんっていうか解説っていうかあの元トテナムじゃない方ですね、もうそういうなんかミスター東京的な方がねいらっしゃって、でもそれ生で見てたのはすごいね、12年前、キリさんだってアイコンが石川選手とのやつやもんね、これなんやろ、あの本人と写真撮ったやつなのかな、それともちょっとクリックしたろ、クリックしても写真でっかならへんか分からんけど、でもひょっとしたら一緒に写真撮らはったんかもしれんね、いいね。まあね、やっぱりこの時確か、シエナに移籍するかもとかせんかもとか言われてたぐらいの時かな。あ、ということは2006年の30節やから石川さんは怪我かな、微妙やね、まあ、その辺ね詳しい人教えてくださいってことで、ええー、なこういうのね、やっぱ生で見たっていうのはより大きいかも分かんないですね、まあ中継で生で見た人もいればスタジアムで生で見た人もおると思いますけども、生で見たらやっぱすごいかもね、そういう僕は何のあれやろなとか言ってる間にエンディング曲が流れちゃいましたね。他にもねいっぱいあったんですよね、2006年ワールドカップ決勝イタリア対フランス、ジダンのヘディング、ブッフォンがセーブ、写真が撮り果たしました、ジダンの退場とかね、ジュビロのね、17年のホームの突戦とかいっぱいあるんですけど、あとねあのそうそうレアル対レバークゼンのチャンピオンズリーグ決勝ね、いろんな方にねいろんな方がねご投稿いただいてね大変助かっておりますよというわけでして、さてさて、このラジオはというかね、ゴーホーム FC ウエストっていうチームをやっておりますと、私は。そしてね、それのグッズとかも、売っておりますと、それは概要欄の方から飛んでいただければなと。そしてね、練習とか練習試合、ご参加、ご応募、ご参加お待ちしておりますので、そこじゃもね、概要欄にあるリンクから飛んでいただければ、確認できますというわけで。でね、ユニフォームも決まりまして、もう3月いっぱい中にね、今季のリーグ登録をしなければいけないというわけで、公式戦出たいぞ、バカよっていう人もね、ぜひね、どんな感じのチームかっていう意味でもね、初回ご参加無料になっておりますので、来ていただいて、そしてね、優秀な分析班もいれば、まあ、なんていうんですかね、現役プロっつったんやかね、ヨーロッパ帰りの彼もいますし、そしてね、他にもね、いっぱいめっちゃ背高い人とかね記憶喪失になったことがある人とか、いっぱいいますわ、社長もいれば高校生もいますと、そういうサッカーチームをやっておりますというわけでね、今後ともこのラジオともともよろしくお願いいたしますというわけで、良い週末を。